バケモンの子はですねうんねあの一応ねツイッターとかでは70点というふうに言ったんですけども本音から語るとですねなんじゃこりゃですよね、なんじゃゃこりゃっていうのも変ですけどもあの、映画見終わった後にこれななどうすればいいのって,言ってあの感動するような話にはしてるんですよちゃんと。 それなりにですすね、ね、男の子の子成長があってで,す、ねでえー、自分の師匠がいて父親代わりの師匠みたいな人がいてっていうのを感動するようになってるんですけどですねもう冒頭一番最初にキュータっていうキュータと中で呼ばれるですね、まあ、あの小学生ぐらいの男の子がですね9歳ですね9歳の男の子がうーん。 母親がいきなり死んで天外孤独、父親は行方不明で天外孤独の身分になるとで、その中でどうやって生きていこうかということで一番最初はあのキュータが拗ねてるんです、ね、でそこで親戚の人が「そろそろ行くぞ」とかこう「ついてこい」とか「あのお前にはな何不自由ない生活をさせてやるから」とか。 子供は大人の言うことを聞いいいてればいいんだみたいな絵に描いたようなです、ね、こう子供がすねそうなセリフをです、ね、こうバン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 言うんですっ、ね、てそれを聞いてまあ主人公がすねて街の中飛び出して異世界を発見するみたいな話なんですけども熊徹っていうですねそのまあ久太の師匠になる人がですね、まあ、熊のモンスターみたい妖怪みたいなやつなんですけどそいつが何にも教えてくれないんですね。何にもも教えてて、て。くくくれなくてでも力だけは強くてで えー、なんだろうな弟子とかをこれまで取ったことはあるんだけど全ての弟子が逃げていってしまって自分ではそれを直そうともしない自分勝手は分かんなでもパワーだけはあるっていうあ何なのかなと思って何なんだろうねあいつわかんないだろうあれはね宮崎駿なんだよそう。 あれね宮崎駿と細田守のポジションっていうのを語ってるところが僕的にすればあっって思った結局宮崎駿から何か学ぶっていうのは不可能なんだっていう。